2007年11月11日、突如としてこのような書き込みがなされた。相談させてください。3年前に宇都が亡くなったのですが、一昨年に墓を建てて以来、毎週欠かさず夫と留が墓参りに行くのです。うちと留の家は車で10分くらい、お墓は往復で2時間くらいです。夫はただでさえ多忙で不在がちなので休みは家族で過ごしたいのです。せめて月1くらいにしてほしいのですが、だいたい毎週日曜に行くのですが、午前に留を連れて墓参り、一度帰宅して夕方から留の家夕ご飯を食べに行くことが習慣になってます。私は月1くらいしか行きません。8月に赤が生まれてからは毎週家に来るようになりました。夫は一人っ子だし、親類も近所にはいないので宇都が亡くなってしばらくは留も大変だろうから、と思ってましたが、未だに毎週の墓参りや双方の行き来だと思うにです。お墓も行きやすい場所に建てたので留一人で行くことはできますが、足が悪いから、とか、バスが1時間に1回しか来ないから、と言って夫を足にします。留はその他にわがままは言いません。以前に、墓参りに毎週行かなきゃならないのはなぜか?と聞きました。すると彼の田舎では墓に仕切りを絶やしたらいけないとされていて、先祖供養は大切だし墓守りは俺だ。心配だし。と言われました。家族も増えたし、これからは毎週というのはきついんじゃない?と夫に言ってみましたが、とめも、先祖供養は、と言い、なんだか私が悪者のようです。墓参りの回数を減らしてほしいというのに良い言い方はないでしょうか?宇都以前のお墓も同じところにあるの?そして、宇都存命中の先祖供養とやらは、やっぱり宇都目揃って毎週欠かさずしてたの?赤さんも小さいことだし、外出はインフルエンザが怖いから。で、スルーすればいいよ。単純にすごい根性だな。もし自分の親、配偶者が亡くなっても正直そんなに豆なことできない。月一でも厳しい。墓建てて灰になってるとしか思えない。8月に赤が生まれてからは毎週家に来るようになりました。これはうざいよね。休みの日に必ず留がいるってことかな。夫から墓参りするのをやめたくなるように仕向けたら、すんごい長期戦になるけどね。日曜日ごとにほがらかに夫と留を送り出して、その間自分と子供だけで日中出かけたり遊んだりして、今日は子供とどこそこに行った。子供がこういう風だった。楽しかった、とことさら詳細に報告する。夫は平日も忙しいんでしょ。子供がどんどん大きくなって、子供と過ごす時間留と墓参りになると思うよ。子供が喋れるようになったら、どうしてお父さんは日曜に遊んでくれないの?となるだろうし、長男恐発症してるなぁ。そろそろ、同居しよう、とか言い出すんじゃないか。墓守りは俺だ。今なんなら墓守りも俺慢性状態に陥ってるな。皆さんですありがとうございます。お墓は宇都が亡くなってから建てました。今は赤も小さいので夫と留めで墓参りに行ってもらってます。土日が休みで、基本的にそのうちの1日をお墓と留めに取られるのは辛いです。親子3人きりだったからか家族の絆が強いようです。宇都は癌で見つかった時は余命半年と言われましたが、その時も、留めがサメ軟骨とかなんとかキノコとか高価なものを買い、我が家も何十万か負担する羽目になりました。それくらい父親を大事にしていたので墓参りは、親父に会いに行く。感覚らしいのです。毎週行かないと落ち着かないそうです。留めの訪問も1時間くらいだから我慢できないこともないですが、毎週は負担で。パチンコとかなら激怒できますが、墓参りの回数を減らせというのはなんかこちらが悪いことを言っている気がして。その状況だと、同居を言い出されない限りは2日の休みのうち1日は諦めるかな。嫌だけど、うちが共働きで休みが全く合わないので、休みがある日が週に1回あるだけでもよく見えるので、感覚おかしいのかも。個人的には、怪しげな民間療法にホイホイ金を出す留と夫の考え方が気になってならない。微妙な問題かも。墓参り自体は留めない方がいい気がする。留めは寂しいんだろうし、自分も夫を亡くしたらそのくらいになってしまう気がする。しかし夕食まで一緒にする必要はないと思う。丸1日潰す必要もないしね。8月に出産したばかりってまだまだ大変な時期だもんね。日曜の午前中だけならかろうじて許せないかな。土曜はどう過ごしてるの?土曜は1日中旦那が赤の面倒を見るとかもいいかも。旦那の休日を1日ずつシェアする、っていうのも一つの策。夫が子供のままなんだよ。夫が一人息子で3人家族の思い出を大切にするように、あなたの子供とあなた夫婦3人家族の思い出を作りたい、じゃ分かってもらえないかな。実家が近いなら、2
日曜日は自分の親や友人に来てもらって楽しく過ごしてたら、親子でひっついてるわけだから、こっちも親子や会いたい人と仲良くやってればそうそう腹立つことも減るかもよ。けど、子供の小さい頃を共有できる楽しみを理解しないのは哀れだね。うちも親子3人なのに、うとめさんを含むあなたたち親子とは全く違うね。うちの3人は絆が弱いね。肝心のお父さんは元の親子の方にいつまでも一生懸命だもんね。将来そうやってあなたの墓参りをする人はいないんだね。仕方ないよね。だって私は愛想づかしかけてるし、あなたを見て育つ子供は、あなたを慕うはずがないもんね。そう考えるとあなたは哀れだね。大事な家族がどれかを見失ってしまったもんね。くらい、悲しそうにもやっているのはどう？一気あなたも毎週実家のお父さんに会いに行ったら、旦那と同じように、生きてるのと墓との違いはあるけど、ご意義。実家が遠ければ友人でもいいし、子供と遊ぶでもいいし、口で何か言っても、多分通じないと思うんだが、自分で妻子とも溝に気づかないことには。4時間後。皆さんですありがとうございました。赤が起きてしまったので、なんとかキノコの件は私も正直、納得いかなかったのですが後々、嫁子さんが反対せずにお父さんに飲ませたら長生きしたかも、と封じ込められても困るので額を決めて出しました。義実家にはウトが余命宣告されてからは毎週行ってました。ウトの入院中はトメは毎日朝と夕方の2回必ず行っていました。夫も朝6時にトメを迎えに行き必ず行っていました。私は朝7時に家を出ないと間に合わないので週末のみで。同居よりはマシだと思うし、我慢できないことはないですがなんかモヤモヤして。赤が生まれたら回数が減るだろうと思っていたのですがね。妊娠中も切迫早産気味で安静にしてました。お腹の張りがきついからそばにいてほしいと言った時も。すぐに戻ってくるし、親父に無事の出産をお願いしてくるから。と私の枕元に携帯を置いて出て行きました。なんとか正規さんまで持ち越して低体重ながらも赤は元気に生まれてくれたのですが。お墓参りを欠かさずにしてお父さんにお願いしていたからだ、と言われた時は何も言えず涙しか出なくて。すみません、また赤が起きたので一旦落ちます。何のため位牌があるかわからないね。その地方地方で宗教行事は違うから適当かもしれないけれど、檀家さんだろうからお寺に相談してみたらどうですか？旦那の面倒見るのが負担な状態ならしばらく実家に帰ったらいいよ。産後で大変な時期に他のことで悩まなきゃならないなら、すべて忘れて実家でゆっくり療養でもしてきたらいいと思うんだけど。まだ産後3ヶ月未満だから体も心も今の状況が辛いよね。産後無理して体調崩したけど、もありだと思うよ。赤ちゃんの世話と鍵を旦那さんに丸ごと一人でやらせてみたら、今まで自分がなんてバカなことをしていたのかがわかるかも。供養は心。墓を参るという行動がすべてではない。旦那さんには線の風になって、だっけ？をエンドレスで聞かせてやれ。他人からの無責任な妄想を言わせてもらうと、お墓参りは、旦那の逃げだと思う。自分が夫として父として、一家や子供に対して責任を持って接しなきゃいけないのを、受け入れられず、パパその息子たそに戻りたいって逃げ。それに、お墓参りなら、車運転してママ外おしゃべりしてればいいけど、家にいたら、安静が必要な妻のサポートとしたり、生後間もない子供の世話を手伝ったりして働かなきゃならないし、または、旦那は単に止めに騙されてるだけで、夫を亡くして寂しい止めが、息子をいいように騙して、自分を相手させてるだけって可能性もあるけど、子供が大きくなって幼稚園に通うようになった時、父親参観日や運動会の日も墓参り優先だったりして、本当にお墓参りしてるかどうかも怪しいね。一致にはそう言って出かけるけど、車で義実家行って、そこで昼寝してるとかかもね。皆さん、ですありがとうございます。私の実家は遠く、近くに3か所2かもないので里帰りはしませんでした。また、お墓は丸々霊園みたいなところに建てたのでお寺さんに相談やお坊さんに説教をしてもらうことは難しいです。いっそのこと止めに直談判した方がいいのか？さっき、赤が寝たので夫に率直。墓参りを月1にしてほしい。平日はほとんど赤の面倒を見られないのだから休みの時はいてほしい。あなたがいてくれるだけで安心だから。死んだ人間より今生きている人間を大切に。毎週墓参りに行くって人が他にいるか聞いてみなよ。とも言いました。以前ですが夫婦で週末旅行に行った時も土曜の朝に墓参りを済ませてから行ったことがあるので、それくらい欠かさないです。将来子供の行事があってもお墓が優先になりそうです。赤を早くお墓参りに連れて行きたいと言ってましたし。
死んだら人は美化されやすいから勝てないですかね。私が一通りのことを言ったら夫はかなりムッとしていました。悪いことをしているわけでもないのに。と言いたげでした。ちなみに千の風邪は夫も好きでよく聞いていますが歌詞が理解できてないようです。墓が命なんだね旦那ととめ。幼少時からの洗脳を解くのは大変だぞ。悪いことしてるんだ。ってちゃんと言ってあげなきゃわからんと思う。墓参りが悪いんじゃない。生後間もない妻子の面倒をほかって墓参りをするのが悪いのさ。それくらいの月齢の子供がいるのに自分の思いを優先するのが悪い。言い方は悪いが、毎週墓参りを欠かさないなんて親孝行なご帰還な自分に、旦那は酔っ払ってるだけだと思う。私にも子供がいるけど、正直毎週のように実家に戻ってこられたり、墓参りされてても鬱陶しくて仕方がない。本当に小銭をしのぐ気持ちがあるのなら、家でお水や線香立ててあげるだけでもいいし。あ、今日は親父の誕生日だったな、と思い出してあげるだけでも、十分にしのんでることだとお坊さんに聞いたよ。ましてや産後間もない嫁も生後間もない子供ほったらかして、自分だけそうやって自己満足に浸ってるんでしょ？私が旦那の親なら墓から出てきて、とっとと家帰って妻子の面倒見んか。って殴ってる。まず自分の生活がちゃんとなってから、それから個人のことを考えるのが普通だと思う。旦那に、妻子ほったらかして墓参りばっかりしてる息子を見て、お墓の中でうとさんどう思ってるんでしょうね。くらいは言ってやれ。正月命日って言って、毎月、亡くなった日にお墓参りするってのは聞いたことがある。でも、毎週お参りするなんて聞いたことない。そこまで行くと、親孝行な人なのね、とか、お父さんを亡くしたのがよっぽどショックだったのね、と思うよりも、怪しい信仰宗教の教義なのか、とか、実は毒でも持って殺したとか、虐待でもしたから、負けて出られるのが怖いんだろう、とか思うよ。考えすぎかもだけど、墓参りを止めさせたら、次は同居話が出てくると思う。一人息子で宇都が亡くなった後の止め一人暮らしだし、妻子に親孝行させるんじゃなくて、自分一人で親孝行してると考えたら、それでもやっぱり割り切れないだろうな。子供の面倒見たくないんだよ。察してやれ。お父さんは週一で墓参りに来なければないがしろにされていると思うほど心の狭い人だったの？生きている家族より自分を優先しろという心の狭い人だったの？そんなことないでしょ？知らんけど、優しくて心の広い人だったら自分のために家族が困っているのを悲しく思っているんじゃない？と言ってみてはどうだろう？翌日。皆さん、レスありがとうございます。私の希望は、1、墓参りは月1にしてほしい。休みが正味1日半になるのは嫌。2、赤鬼に来るのは2週に1回にしてほしい。なぜ毎週に墓参りなのかというと、しきびを絶やしてはいけないそうなので、それの確認のためだそうです。何か悪いことが起こった時に、墓参りの頻度を減らしたからだ、と変な言いがかりをつけられても困るし。とめは細丸さんの番組が好きらしく、仏壇や心の中で忍ぶだけでは足らないようです。夫にも墓参りだけが供養ではないと言いましたが、私が実家に帰っても変わらないと思います。亡きうとさんに嫉妬している感じですね。私や赤より死んだうとさんの方が大事なのかと言ったら、どちらも大事だと言われました。なんか変だよな。いっそうとさんが枕元に立ってくれないかと思います。ぐだぐだで申し訳ないです。正直信仰宗教にハマってるのと同じで、洗脳されてる状態に見える。多分嫁さんが泣いてはめいても止めがいかないと言わない限りは、なんなら墓参りをやめないと思う。止めも多分何かうと参りに取り憑かれてるんだと思う。止めちょっとボケ入ってきてんじゃないかな。定期的に病院行ってる。連れ合いが死ぬといきなり来ることは多いらしいよ。今一致ができることは、土日もなんならいないものだと思って、平日もだけど、子供と楽しく過ごすことかな。鍵を当てにするのはやめた方がいい。今までの旦那さんとは別の人だと思って。んで、一度実家に相談してみて。あなたのご両親はそれについてなんて言うかな。もうね、正直緑の髪も必要かもしれん。それで洗脳解ければいいけど。って感じかな。止めはボケじゃなく、わざとやってるのかもね。宇都の墓参り、という文句のつけにくい口実をつけて、単に毎週息子ちゃんとデート、したいだけかも。宇都の墓参り、って言うから、毎週は異常だって反応になるんであって。これが上の口実がなく、単に毎週義実家に呼びつけだったら、割と普通に、かまってちゃんな自立できないふんとめと、マザコンでいい加減父離れしろよケイクソ旦那だと思う。
地域限定だったらごめんなんだけど、私の夫実家のお墓が遠くて、年に2、3回くらいしか行けない、姑が、私たちはもっと行かない、ので、お寺の前にある花屋さんにお金を払ってお願いしてお供えのお花を変えてもらってるそうです。霊園なら、近くにそういう花屋さんもあるんじゃないでしょうか。もし本当に、しきりを絶やさないため、のお墓参りならそういう片方も検討してもらっては。おそらく、他人には任せられない、だと思うけどね。だって墓守りの俺慢性だもの。ダメなんじゃないかな。先祖供養する親孝行な俺様、によってるだけだから。つか、本当になんなうとめ実家方面の風習としてしきりを絶やさないっていうのがあるのかな。とめにとって墓参り自体よりも息子ちゃんと往復4時間二人きりでいることが重要で楽しみであるのではと思う。息子やんにとってもしかり、大事なままんと楽しくおしゃべりランランラン。しきりがどうたらなんて本当は荷物着、余命の言い訳に過ぎなかったりして。皆さんですをありがとうございます。しきりはこちら、東京、では手に入りにくく、葬儀屋さんにあるくらいなので今は定期的に通販で買ってます。花じゃダメ、しきりでないと、だそうです。代行してくれる店があってもおっしゃる通り、墓守りは俺、なので頼まないと思います。とめは70過ぎの高齢ながらも儲からない店をやってます。暇です。私から見てお互いに親離れ子離れしてないと思ってます。しかも墓参りっていう何とも反論しづらいことを持ってくるので本当に困ってます。いいことも悪いことも墓参りに絡めるので鬱陶しいことこの上ないです。低体重で生まれた赤が NICU に行かないで済んだのも夫が守ってくれたからだそうで、実家に相談したら、ギャンブルや浮気じゃないんだから反論しづらいね。日曜の午前中はもうないものと思ったら、同居よりマシでしょ？と言われました。実家の親の言う通り、そういう宗教なんだと諦めて、日曜の午前中はないものとすればいい。もしキリスト教徒だったら、日曜の午前中はいつもミサなんだからそれと同じことだよ。しきりを絶やしちゃいけないって、一体どれだけの期間？49日？一周期終わるまで？まさか永遠に？ならば実家、オートメイゼンの墓はどうなの？そこも毎週しきり絶やさないように言ってるの？なんだかとめと旦那さんが勝手にルール決めているように思えるのだけれど、それがしきたりというのなら、一度先祖の墓はどうしているのか聞いてみてもいいと思う。というか、そちらと同じにすればいいのではなかろうか。マギベスするなら、カウンセリングなどと同じように理解と同意を示すことから始めないといけないと思う。どうしてそんなにユトさんの墓に行きたいのか、何か不安なのか、不満なのか、聞いてあげる。あと、全面否定とか。そんな宗教教義ないじゃん、みたいにバカにする態度はやめた方がいい。前もって、〇〇日はこういう理由でいてほしい、とかお願いして少しずつ墓参りの間隔を空けてもらうように誘導できないかな。正月命日のお参りっていうことなら、まだ我慢もできると思うし。皆さんですをありがとうございます。夫の本家はかなりのど田舎、本州ではない、にあるのでお墓のそばにしきりが自生しています。だからほっといても耐えることはないです。こちらは普通の霊園なのでしきりを自生させるわけにもいかず、買って備えています。ちなみに耐えさせることはいけないそうです。去年の夏に3回忌だったのですが本家のお墓も手入れが行き届いているとは言い難い部分がありました。普通はそんなもんだろうと思います。納得できない部分は多いのですがアドバイス通り夫はクリスチャンだと思って諦めますし、トメが、お父さんが守ってくれるから、と言っても聞き流すようにします。赤が生まれたら変わるかな、と思ったら変わらずに墓参りを続けるのでモヤモヤしてしまいまして、こちらで相談した次第です。ちなみに何度か夫に、なぜ毎週行くのか？と聞いたら、しきりチェックとお墓に行くと落ち着くから、だそうです。他にも言いたそうなことはありそうでした。うまく言えないみたいですがもしかしたらウトさんに悪いことでもしたのかもしれません。少々荒れ気味になってきてすみませんでした。何なの趣味も一つだと思えば、そんなにお金がかからなくてマシかも。もっと嫌な趣味も気も何なも多いよ。里の言う通りだよ。墓参りぐらい夫が納得するまで行かせてやったらいいと思うが、同居よりマシ。前もって、〇〇日はこういう理由でいてほしい、とかお願いして少しずつ墓参りの間隔を空けてもらうように誘導できないかな。これくらいが無難だよ。東方、出張がちな夫と暮らしてるので子供の面倒見ないことぐらいなんとも思わないし、家にいてくれるときはゆっくり休んでって感じ。おむつ取り替えるために家にいてほしいってのもおかしい気がするわ。目くぎら立てて大騒ぎするほどのこととは思えない。割と正論とは思うけど、仕事でいない夫と、
妻にお願いされているのに自分の意思で勝手に出ていく夫は、同列に語れないと思うよ。うん、そう思う。心がどこにあるか、で全然違うよ。確かに夫には墓参りがストレス解消というか趣味というかそんな感じなのかもしれません。ちなみにどんな天気の時も行きます。台風が来た時は仕切りが飛ばされないように紐を持って行きました。私にはわからない思い入れがあるようです。一般的に、嫁を連れて墓参り、というのはわかりやすい親孝行の手段でもありますから、バッチリ自分に寄っているのでしょう。平日は帰りが遅いので家にいる時は赤をしっかり見てほしいと思っていました。だから夫と折に触れて話し合っていきます。いろいろ理由をつけて月1ペースに持っていけたらと思います。嫁にも、墓に行きたいなら夫を足にしないで自分で行ってくれ、ともっと柔らかい言い方で言います。割に手がかからないうちの赤ですが里帰りなしで頑張ってきたので疲れが出たのでしょう。ちなみに私の実家はワンコとヌコが家に放し飼いになっているのでこれからも長期滞在はしないつもりです。皆さんどうもありがとうございました。今後、イッチさんか赤ちゃんのどちらかが病気になる日も来ると思う。その時にも墓参りに行ったら、話し合いが必要だと思う。里帰りなしで頑張ってきたので、もっと力抜きなよ。自分はこれだけやってるのに。ってのがあるんだね。夫を当てにしないことを覚えるのも自分を楽にする方法だよ。里を頼るのも悪いことじゃない。リラックスしてください。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。